3番目ですね、はいはい、ネジがぶっ飛んでいきます。いい意味ですよ。いや本当に褒めてますよ。いやこれ相当褒めてる。この番組はガラのスポンサーでしょうな。さあ先生今日も行きましょう。やりましょう。よろしくお願いします。はい、あちょっと先生僕は衣装を変えていいですか。あもちろん。そういえばいやすいませんすいません、ちょっとあのちなんで、うん、僕も白にしました。あ白にね、今日の内容にちなみます、まあ、その心はというね。そう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 、はい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 、これからの内容ぜひご覧いただきたいんですけれども、はいはい、マイスクリーム講師のデスノーニーさんマホーンと、はい、はい、ボイスドクターのリーです。はい今日もよろしくお願いいたします。あよろしくお願いします。で、はい、今日はですね先生、はいはいはい、今日はというか今日もですね、うんうん、大好評と信じたいんですけれども、はい、ボーカリスト分析シリーズをお送りしていきたいと思います。はい、ということで、うん、今日なんですけれども、はいはい、そう、あの、着替えたんですけど、あの、まあ、別に必要ないんだけど、そんなにコンセプト表してるんだよ。そうなんですけど、はい、今日はですね、はい、キングルーの井口悟さん、解説にしていきたいと思っております。はい、やりましょう。ですね。はい、まあ、このシリーズはですね、うんうんうん、こちらいらっしゃるリー先生はですね、はい、まあ、生体の専門家、はい、ミキサーベース専門家の方でいらっしゃいます。はい、で、私はボイストレーナーやらせていただいておりまして、うん、まあ、この二人の超マニアックな視点だったりとか、はい、知見からですね、うん、特定のアーティストさんの、発声とか、まあ、音楽性とかに関して解説をさせていただくというコーナーなんでございますけれども、はいはい、まあ、それの井口さんの編と。いうところになっておりますとね、ということなんですよね。まあ最近記憶には新しいですけど、はいはい、呪術廻戦のテーマソングというかですね、うん、はい見ました。あ好きです、呪術廻戦、まあ、面白いですよね、はいはい、面白いですよね、はい、あの記憶にはそれ新しかったりとか、うん、まあまああのあとはね僕着替えたんですけど、うん、あのまあ別にそんなに知らんでもないんですけど、うん、まあね皆さんご存知の、はい、まあ、白日というですね、白日ですね、めちゃくちゃ有名な曲もあるというところで、はい、めちゃくちゃまあ今の現代のカリスマの発声、ね、どうなってんだって言われる一人ですよね。一人ですよね。いや、本当によく聞かれるんで、はい、じゃあちょっと動画にしちゃおうということで、はい、お送りしていきたいと思うんですけども、はい、まあ、もちろん、井口さんの発声に関して、うん、まあ、今の話みたいに気になられてる方とか、はい、あとはまあ、普通にそのボイトレ頑張ってる方とか、うん、歌頑張ってる方、歌好きな方の参考にも、うん、非常にテクニックの解説とかもあるんでね、はい、なると思いますので、ぜひ最後までご覧いただきたいのと、あと、このチャンネル、こんな感じでボイトレ関係のお話とか、発声関係のお話とか、日々アップしてますんで、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひこの機会にお願いします。さあということでじゃあ本編やっていきたいと思うんですけれども、はい、ですね、まあこのシリーズ基本的にそのアーティストさんに関する、うん、まあなんか特徴というかをいくつかの項目に分けて、うん、そうですよね、そう、はい、説明をさせていただくっていうのが多いんですけれども、はい、今日も多分その形式なんですよね、はい、今日いくつあるんですか項目。今日はですね、はい、まあ3つ用意してきました。特徴3つ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとその一つ目から早速、そうですね、解説していただきたいなと思うんですけれども、一つ目はですね、はい、井口さんの、はい、まあ、代名詞と言ってもいいんじゃないかと僕は思いますが、はい、クリーン界、はい、最強の一角です。なるほど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 、はいはい、先生ちなみにクリーンっていう言葉に聞き慣れてない人も多いと思うんですけど、なるほどなるほど、まああのこのね、マホン君はですね、はい、このシャウトバリバリ、この歪みバリバリでこうやったりとか、が得意ですね、声にはですね、いろんなこのバリエーションがあるじゃないですか。うん、もちろんその、歪みなしでね、この、うん、まあ、このポップスとかでですね、うん、まあ、よく使われるようなこの、発声と、ね。まあ、一般的な皆さんが想像する歌唱ということですね。うんうんうん、まあ、特にこれまでロックのね、はい、この歪みも扱うような、このアーティストもいっぱい取り上げてきました。ああ、ぜひ、ね。まあ、今回そのクリーン界っていうね、クリーンの言い方をね、こうしましたか。はい。はい、このクリーン界。最強の一角と言ってもいいんじゃないかな。かっこいい。はい。めっちゃかっこいいですね。はい。まあ、それぐらいですね、そのテクニック、素晴らしいなと思って。ほう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 。まあ、そういうふうにね、言わせていただきました。詳しくちょっと解説してください。はい、まあですね、この、はいはいはい、井口さんの声って、はい、まあ、聞いたら、はい、何かその、なんでしょうね。まあ、いろんな言い方多分皆さん、まあまあまあ、この直感的に思うと思うんですけど。まあ、どうなんだろう。透明感とか。あるなぁ。クリスタル。あるなぁ。なんかこの、抜けてくるような。一点の曇りもないですね。浸透してくるような。ああ、違いない。あるじゃないですか。あります。で、これはですね、はい、もう、声がですね、はい、まあ、いわゆる人の声なんですが、はいはいはい、もう楽器としての、おまあその、音色を持ってるというかね。なるほど、なるほど、なるほど。例えばそのもう、フルートのような、まあ、そんなですね、この、すごいな、もう、楽器の音色として完成してるというか、ね、なるほどね。まあそこまでですね、はい、まあなかなか、はい、声を楽器として、はいはい、まあその感じることというのは、うん、なかなかないのでね。なるほど。はい。まあこれはすごいですよ。はい。これなんかそういうゆえんというか、うん、はい、そうさせたるものってあるんですか。それはですね、うん、これがあるわけですけども、これは裏声なんですよ。裏声。簡単に言うとですね、このまさにこの裏声のコントロールが、うん、そうですね。
もう完璧と言っていいんじゃないでしょうか。ああ、なるほど。まあ、でも確かに、うん、井口さんといえばの一個として裏声っていう想像してる人も、そうですね。多いと思いますよ。うん。なるほど。なので、これはですね、まあ、ボイストレーニングというか、うん、まあその、まあいろいろもちろん歌手、みんなね、トレーニング来て、皆さん素晴らしいんですけど、そうですね。もう本当にすごいと思います。はい。はい、まあ、この井口さんのこの発声っていうのは、はい、まあ、基礎力も含めて、はい、まあ、僕が見てね、この専門家というか、発声という、その使い方、声帯の付け方という意味で見て、まあ、一つのまあ完成形というか、なるほど、なるほど。すごいなっていう。ある種上限のうちの一人ですね。そういうことなんですね。特にこの裏声というのが、一番最初に鍛えるべきところの一つでもありますから。これ豆情報ですね。そうですね。このコントロールができるとですね、まあ、非常にいいことがいくつかあるわけですけど、はい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 。そうですね。完璧な音程になるんですよ。なるほどですね。これはもう声帯の筋肉で、この裏声の筋肉というのが、うん、そうですね。これが声帯がその音程を作るときにね、この必要な筋肉、声帯をこの引っ張る筋肉なわけなんですよね、うん。そうですね。なので、非常にね、この裏声と相性がいいというか、要するに裏声をコントロールできたときには、この音程がついてくるわけなんですよ。いやー、そうなんですよね。そこに一点の力みもなくですね、はあ、この声帯で作り上げるこの裏声とそのピッチというのが、まあこの、カチッとね、はまり込んでるわけです。だから気持ちいいのか、はい。そうなんですよ。で、そうすることによってですね、はいはい、変なこの力みがないわけですから。ないですね。だから、いろいろこう、加工も効くというかですね。プレーンだからこそ、そうなんですよ。そうなんですよ。つまりですね、はい、まあその、まあギタリストの、この常田さんの声にも、かっこよく乗ってくるって。なるほど、なるほど、なるほど。それもそうだし、なるほどね、ご自身で、ね、このオクターブ上、オクターブ下で、いくらでもこの、自分でハモり放題というか。確かに確かに確かに。はい、白日それこそ白日とかも、そうなんです。裏声地声をこう、もうこう、ヨーデルみたいに。そうなんですよ。行き来してる部分もね、ありますから。非常にこう、素晴らしいものになっている。そういうこと。いうことなんですよね。はい。じゃあ、それにとってやっぱり必要なのが、裏声力ってことなんですね。裏声力なんですよね。まあ、そういう意味で言うとね。はい。かうん、じゃあこれ皆さん参考になると思うんで、はい、これ見てピンときた人、うん、これ裏声足りてねえなみたいな人もちょっといるかもしれないんで、そうです、僕含めているかもしれないんで、はい、練習ちょっと頑張りましょうというところですね。いきなり白日で練習するのはちょっとやりすぎかもしれないですけど、まあピッチをちょっと落としたりとかしながらですね、高いですから、はい、やってもらえたらなと。別に裏声の曲じゃなくていいんですよ、うん、何でもいいんですよ、何でもいいから裏声で歌えばいいんですから、その裏声に力みがないようにね、そうですね、はい、やっていくというのが大事かなと。喉に締まりを感じないように練習してみると、はい、すごくいいかもしれませんね。はい、さあじゃあ先生、はい、1個目の項目が結構でかくて、あ、でかかったですか。クリーン最強の一角っていう。そうでしたね。ここのハードル、はい、いきなりでかいの来たなと思ったんですけれども、はい、あと二つあるということなんで、じゃあそのうちの一個、二つ目、ご紹介いただいていいですか。はい。珍しいミックスです。おー、珍しいミックスボイスってことですか、うん、そうですね。なるほど、なるほど、なるほど、はい、なるほど、はい。ミックスボイスって先生何ですか、ちなみに。ミックスボイスっていうのは、はい、ミックスボイス知らない人もいるかもしれない。そうですね。ミックスボイスっていうのは、はい、まあ、地声、うん、ね、裏声、はいはい、まあミックスっていうと、うん、ごちゃ混ぜ声みたいな感じなんですけど、そうではなくって、裏声のような、はい、ね、高い声を、うん、まあまあ地声のような音色でね、出すみたいな、まあそういった発声のテクニックというか、テクニックの一個っていうのを簡単に言うとそういうことです。詳しく言うとセイクなんですけど、まあそれはですね、まあ僕の動画、山奥君の動画、ね、過去の動画をね、はい、詳しくやってますんで、まあちょっと見てもらえたらわかるかなと思うんですけれども、そうですね。はい。まあそのミックスボイスっていうところなんですが、はい、もちろん使いこなしてらっしゃるんですけど、なるほど。これがですね、裏声との境界を感じさせないんですよね。はあ、はい、なるほど、なるほど。それが、まあ結局1個目に、行くんですが、このクリーン界最強たるゆえんでもあるし、この裏声のこの、まあ言ってみたらその、うん、まあ、完璧さというかね、はいはいはい、その中にミックスが取り込まれていらっしゃるんですよ、ね。なるほど、なるほど。これはですね、うん、まあクラシックの素晴らしいシンガーにこれ多いというかですね、はい、まあ、そういった声訓の隙間をなくしていく作業っていうのが、まあできていらっしゃるというかね。芸大ですからね。ああ、そういうところが。そうね。音楽 IQ が高いわけです。音楽 IQ 高いかもしれない。音楽 IQ が高いわけですよ。もう爆高ですよ。はい。それはあるかもしれない。これはですね、もう発声の基礎力が、そうか、そうか。はい。もうすごいというかですね。でも先生、この珍しいミックスってことは、はい、他のアーティストさんもミックスボイスって、うん、まあ、お使いになられてるんですけど、はい、その中で珍しいんですね。そうですね。まあこれまで、うん、ミックスボイスの、うん、その、うまいアーティストというかね、というところでの取り上げてきたじゃないですか。そうです、そうです。いっぱいいらっしゃいます。はい、そうですね。大森さんだったり、藤原さんだったり、竹中さんだったりっていうのもこの前特集したじゃないですか。そうですね。で、まあ、そういったですね、今のこの日本、特に日本ですね、ロックでもポップスでも、はいはいはい、どうしてもね、こう、
必要になってくるのが、はい、地声ミックスなんですよね。あバチッと声で上げていくミックスなんですよ。ははははい、まあ、それがですね、まあ、非常にこう日本ではですよ、うん、まあ、多いわけですけれども、はい、このですね、井口さんに関して言うと、はい、この裏声型のふわっと当てていくようなミックスなんですよね。それがじゃあ珍しい。このふわっと感なんですよね。これはこれで珍しいですよ。まあ、洋楽のアーティストのようなですね、繊細なコードが効いてるというか。あ、日本においては珍しい。あんまり使ってる方、まあ、まあ、もちろんいますけど、まあ、それをもう得意として、大ミュージシャンのような発声でやってらっしゃるというか。あ、でも確かにな、はい。それもあって、その序盤にもちょっとありましたけど、はい、その、井口さんの発声ってどうなんですかみたいな、はいはい、我々よく聞かれるじゃないですか。うんうん、それもあるのかもしれないですね。そうですね。だから、まあ、珍しいとは言ったんですけど、発声のテクニックとしては、あの、まあ、珍しいというか、うん、むしろ、まあ、基本的な基本ですよ、ね、ところに。基本を極めたらこうなる。そういうことなんですよね。イメージですね。はい、そういうことなんですよね。あ、はい、なるほどな。だから、日本のアーティストでも、僕ら、多分、その、視聴者側のこの影響もあると思うんですけど、はい、やっぱりその、カツッと当たるミックスの需要が高いのは高いんですよ。間違いない。ね、気持ちいいもん。そういう声出したいし、そういう声聞くのも好きなんだけど、はい、こういう柔らかいですね、ミックスも。味わい深いし、いいですよね。だから浸透してくるんだ。そういうことなんですよ。ポカリみたいですもんね。もうポカリのようなね。疲れた時にいいですよ。ね、そう、もう浸透してくるもん。そう、脱水してるときにこう、ね、一番いいですよ、ね。汗かいたら飲みましょう。そうですよね。浸透しまくるのはそういうことが。そういうことなんですよ。あるんだな、はい。そうすると、この、いろいろね、音楽的に、うん、まあ、人の声にもね、合わせやすいし、だからハモリとしてもね、非常にいいですしね、コーラスにもいいですし、もう万能がないから。そういうことです。いろいろいけるんだ。いろいろいける。とりあえず特徴2つ、はい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 、来た中で、はい、そしたらなんか、井口さんみたいな声になっていきたいというか、まあそうです、ね。ある種、その、さっきおっしゃってもらった通り、はいはい、手本みたいなもんじゃないですか。はいはいはい、になっていくための、なんかちょっとこう、コツみたいな、はいはいはい、あったら教えてほしくて。これが、まあ、最初の、例えば、確実で、まあ、レイミちゃんと、あ、ぜひぜひぜひ、やってみると、最初の A メロの一番最初のフレーズ、時には、時には誰かをっていうところを、まあ、どう歌うかっていうところなんですよね。そんなに高い音ではないと思うんで、ですね。時には、ってね、こう、言っちゃうと、本人っぽくはないわけですよ。強いってことですね。時には、じゃないんですよ。もう強いですね。本人はそう言ってないですよね。で、じゃあ、分かりやすく言うと、はい、ただ、ちょっと、まあ、ブレッシーな声で、はいはい、時には、ああ、はい。こう言ってもいいんですけど、はい、それは結構、モレモレの声、ただ、モレモレの声なだけなんです、まあ。いわゆる、ちょっと歌に使いにくいですよね。そうですよね。うん、なので、まあ、はい、井口さんの場合は、はい、この、さっき楽器のようなって僕、ああ、そうですね。この、まあ、トーメイクと言われる場所ですね。で、僕らも、いろいろ解説してきたことがありますけど、過去動画で。その、この特徴が、この生きてる裏声になってるというか、うん、まあ、楽器としてこの、機能してる裏声みたいな、なるほど、そういう言い方なんですよね。なるほど。はい。時、こう、まだ漏れてるだけじゃなくてですね、はい。はい、弱々しい声になってるだけなので、なるほど、はい、弱々しい声で歌ってるわけじゃない。そうですね。はい。うんうんうん、なので、この筒感のある裏声。はいはいはい。まあ、ちょっと僕やってみますと。あ、ぜひ。時には、誰かを、っていう感じですかね。あー、はい、バランスだな。はい。まあ、なので、うん、まあ、その、カスカス声ではないですね。なだけではないというか。ないですね。はい、このまあ、筒感も意識した。うん。ね、要するにまあ、カスカスでやってしまうと、うん、まあ、なんていうかその、まあ、あまり音になりきれない時もあるので。完全無ではない感じです ね、はい、ですね。少し触ってあげて、うんうんうん、で、息は、まあ、ここのフレーズに関しては割と息しっかり通してます。まあ、そうですね。ここは実は結構息もたっぷりなんですけど、うん。ようなイメージが強いのかな。はい、これが高い声になればなるほど、うん、この筒感っていうのは大事になってきます。ああ、そうですよね。うん、一方で、はい、まあ、サビではですね、まあ、今度は、こういう裏声ではなくて、うん、この声帯をふわっと合わせるようなこのミックスをこう使ってらっしゃるんですよ。はいはいはい。じゃあ、そのサビのフレーズで、はい、まっさらに生まれ変わってっていうところですね。高いですよ。で、これ例えばもう裏声だけでやっちゃうと、はい、まっさらに生まれ変わって全然違う。カスカスなっちゃうんですよ。全然違う曲。で、今、その筒感を持ったとしても、はい、まっさらに生まれ変わってで、ほっ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 、ちょっとな。もう本人のニュアンスはちょっと出ないんですよ。ちょっとミッキーマスすぎるな。そうですね。そうすると、やっぱり声帯を合わせていく必要があると。はいはい、でもこれもギュッと合わせちゃダメなんですよ。はいはいはい。こう、ふわっと合わせていく。必要な部分だけ。そうですね。うん、まぁ、あ、ちょっとやってみますよ。はい。まさらに生まれ変わって人生一から始めようが。ああ、はい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 。まあ、ちょっと柔らかい目でね。柔らかいかもしんない。もうちょっと柔らかめでもね、良かったかもしんない。なるほどなるほど。はい。なるほどっすよね。うん、あ、これ、なんか勘違いしてる人多いかもしんないですね。うん、あの、杖ミックスだと。ああ、違いますね。違いますね。違います。全員否定。これですね。いや、これもミッ
ックスの強いですよね。いいところなんですけど、こう声帯が合わさったらですね、ちゃんといい声になるんですよ。あのなるんですよ。なるのよ。強いって言うとみんなちょっと勘違いしてる。あ、そう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 。なる声になる。なるのよ。そう。なってんのよ。声帯がなりますから。強く出してるわけじゃないのよ。そう。ちゃんとマイクが拾って、ちゃんといい音で僕ら聞けるんで。そう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 。そうなんですよ。そういうことなんですよね。本当にそうなんですよ。だから、何もサビは大きな声で歌えないといけないっていう、その大きな声じゃないんですよね。そう。なる声で歌ってもらえる。そうなんですよね。最小限の力で、めちゃくちゃこう、広がりのある音色がなってるから、そうです。強く聞こえるんだけどね。そういうことです。強さ、物理的に強くしてはないっていうことです。そういうことです。イメージとしては。うんうんうん、っていうところです。はい。これも非常に参考になりました。はい。ありがとうございます。はい。さあ、ということで、はい。ちょっと実演も交えていただきながら、充実の、はい、いやいやいや、充実の1個目、2個目だったんですけども、で、これ最後のやつ、うん、3つ目なんですけど、はい、ちょっと面白いなと思って。そうそうそう。ちょっと発表していただいていいですか、うん、これはですね、結構大事なことです、はい、僕の中でね。僕も大事だと思います。はい、3番目ですね。はい。ネジがぶっ飛んでいきます。いい意味ですよ。いや、本当に。褒めてますよ。いや、これ相当褒めてるんですよ。っていうのはね、うん、これまあ、まあ、ファンの人はね、いろいろよくわかってると思います。はい、その、はいはい、そうですね。こんなに美しくて綺麗な声なんですけど、キャラクターをぶっ飛んでるじゃないですか。いや、そうなんですよね。まあ、ギャップがね。ギャップがあります。で、ギャップがいいとは思うんですけど、はい、これ実は発声で言うと、うん、ギャップじゃないんですよ。そうなんですよ。一緒なんですよ、ね。いや、そうなんですよね。これね、ぶっ飛んでる必要があるんですよ。これは、ありますよね。ありますよ。ありますし、その、別になんか歌声がその別人格なんじゃなくて、うんうん、そうなんですよ。その、ぶっ飛んでる方が素なんで。そう。だから、ああなってるだけであって、うんうん、別にこれ別人格じゃないんですよね。一緒なんですよ。そうなんですよ。そうなんですよね、はい。大事です。そう。これめちゃくちゃ実は大事で、まあこれ、はい、まあ、僕は、まあ、いろいろなね、はい、その、発声に悩む人が来ます。で、それに対して指導、患者さんもそうだし、これあの先生もそうだし、いろいろね、こうトレーニングでも悩んでくる人が多いんですけど、そうですよね。キャラクターというか、その、ちょっとこう、抑制気味というか、抑え込んでしまうと、引っ込み思案とダメなんですよ。めちゃくちゃ自信がないとダメなんですよ。いや、すごいわかります。はい、その時点で、こう、ブレーキかかっちゃうんですよね。変なブレーキがですよ。いや、わかります。はい、一回ネジぶっ飛ばさないといけないんですよ。めちゃくちゃわかるな、はい、その必要があるんですけど、わかりますよ。この、ね、今、いくつか見てるとわかりますけど、はい、他にもね、プロのアーティスト、まあ、マオン君ね、いっぱい見てると思いますし、うん、はい。まあ、プロのアーティストって結構ぶっ飛んでる人多くないですか？まあ、ぶっ飛んでますよね。それがまあ、かっこいいわけだし、それがまあ、アーティストとしてもね、魅力になるわけなんですよ。全員ぶっ飛んでます。めちゃぶっ飛んでますよ。なんか、やっぱその、音楽界隈で、結果として生き残っている方々というか、うん、ご活躍されている方々って、はい、皆さんはすごくいい人なんですよ。はい。すっごくいい人だし、すごく良くしてくださるし、うん、皆さん大好きなんですけど、どっかがぶっ飛んでます。これ本当にそうですよ、ね。本当にそう。だから、本当そう。ね、僕もだから言います。ぶっ飛べって。ネジぶっ飛ばせって言いますもんね。もちろんいい意味でね。いい意味で。いい意味でね。そう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 。そっかそっかそっか。だからまあそれがね、本当にこの、まあ魅力的にね、その開花してて、すごく多分発声の、その、ご自身のこの雰囲気というか、まあその、最強の一角ってね、まあ僕言いましたけど、まあそういったところの、そのためらいのなさというか、なるほどな。一つの、まあ礎になってるんじゃないかなと僕思うんですよね。マインド大事ですね。うん。いや、本当に大事なんですよ。大事大事。だからまあ言い換えると、最強にぶっ飛んでる可能性があるってことで、ね。界隈で。まあ褒め言葉。国が最強ってことは、ぶっ飛び界最強かも。そういうことか。あり得る。いいな。そ, そういうことか。まあじゃあそのぶっ飛びっていうのも、うんうん、井口さんの歌唱力を支えている。そうですね。もう、なんなら一個の、一番のルーツかもしれないですね。そうかもしれない。それは、かもしれない。まあ推測なんですけど、思いましたというところですね。はい、さあ、ということで、今日も3つ。の項目に分けまして、今日は、井口さんの、キングの井口さんの、発声に関して解説させていただきましたと。まあ、やっぱもう、爆売れしてるじゃないですか。まあ、そうですよね。爆売れアニメの、うん、あの、テーマソングも担当するし、はい、もちろん爆売れしてる、うん、その理由というのが、はい、すごく、あの、皆さんも腹落ちしたんじゃないかなと思いますし、そうですね、あとは、まあ、実践なんかも交えていただいたんで、うん、あの、参考パートもあると思いますので、はい、そのあたりとかちょっと繰り返し見てもらったりとかすると、あの、憧れてる人も多いと思うんで、うん、そういう人たちの参考になると思います。そうですね。本当に。って感じで、まあ、いろんな情報参考になった方も非常に多いと思いますんで、はい、よかったよという方は、ぜひ、高評価と。あと、チャンネル登録もまだお済みでない方は、ぜひこの機会にお願いします。あとは、まあ、リクエストとか。そうですね。このアーティストさんの声どうなんとか、うん、こういう特徴を持つアーティストは逆にどういう人がいるのとか、はい、そういうのも嬉しいので、はい、全部コメント名等させていただいてますんで、ぜひコメントもよろしくお願いしますというところでございます。先生もチャンネルやってるんで、ぜひ概要欄から飛んでください。というところでございました。今日もリー先生を迎えしてお送りしてまいりました。ありがとうございました。バイバイ。